うまっ、うん、うまい、うん。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ということで、今回なんですが、サブチャンでね、この間ちょっとペペロンチーノのシンプルなやつ作ったんですよ。で、作って、で、その後に、なんか適当にね、お酒飲んでみながら、適当にちょっと作ってみたら、そっちの方のペペロンチーノの方が全然うまかったので、今回は、まあ、誰でも簡単にできる、ですね、その適当に作ったペペロンチーノのレシピを、ご紹介していきたいなと思います。んでですね、まあ、このまま作っていくんですが、で、まずは、もうね、がっつりニンニクが食べたいからこうやって僕ペペロンチーノ作るんで、ちょっとこれ小ぶりのニンニクなんですが、ちょっとこう4つほど、4つ、もうほんのちっちゃいやつね、残っちゃったやつなんで、まあ、これをまず、んでね、大きいやつだったら2個ぐらいでいいのかな、ぐらいがいいかなと思ってます。で、まあ、ニンニク好きな人はもう好きなだけ入れてもいいかなと。で、こんな感じで、ちょっと、まあまあ薄切りとかあんま気にせずに、こんな感じですね。まあもうちょっと薄くてもいいですが、まあまあちょっとこれぐらいの量で。でね、何を入れたかっていうと、他には、やっぱりちょっと美味しい、やっぱソーセージ入れたんですよ。ソーセージ好きなんで。で、ソーセージ入れても全然美味しかったんで、シンプルなやつって何も入れないんですけども、やっぱちょっとね、旨味を足すと料理ってちょっと美味しくなるのかなってやっぱ思うから、ほんとね、なんかツイッターでも言ったんだけど、適当に作った料理の方がほんと美味しい時があるからびっくりする。ほんと適当だから、あんまちょっと覚えてないっちゃ覚えてないんですけど、ね。ずっとここにあるね、ニンニクね。ニンニクで、キャベツ入れました。やっぱちょっと緑っぽいのがあったらいいんで。僕ね、やっぱね、袋のラーメンでも、作る時ももやし一袋とか入れるから。で、ちょっとこれね、角っこの方なんだよね。いろいろこう、千切りした最後のやつだから。まぁ、ちょっと、まぁ、どうしよっかな。ザクと。ちょっと、もう簡単な感じで、こんな感じでもいいのかなって思うんですよ。これぐらいだったら。まぁ、好きなだけ入れてみてください。で、ザクッと。ちょっとね、でかくなりすぎない程度に、まあ、手でちぎってもいいし、切ってもいいし。で、こんな感じでいいかなと。こんな感じの量で。どんな感じのことだよ。で、まあ、これちょっと置いといて。でね、決め手なんですけども、どこが簡単かっていうのの決め手なんですけども、ここちょっと水を、鍋、ちっちゃいやつでも大きいやつでもいいんですけど、ちょっと映らねえな。これ、水が、1リットル入ってます。ここに。1リットル入ってます。で、ここに、まあ、沸騰してから入れろって、まあ、言われますけど、まあ、別にお水に出すんじゃないんだよ。別に一番簡単に作れればいいと思うんで。で、先に1リットルに対して、お塩、大さじ1で作ってみたんだかな、確か。そう。だから、ちょうど良かったです。で、まあ、あと調節することもなくこれで入れたので、1リットルに対して大さじ1で、これでもほぼ、味が、これがほぼ決まるので、まあ、これでちょっと一回作ってもらって、まあ、あと味の好みあると思いますけど、ここでね、何回も味を、次はじゃあちょっと濃かったんで減らそうみたいな感じで、ここでもうね、料理の塩味をここで決めてみると簡単に作れるので、ぜひね、ここでちょっと何回かやって自分の好きな味にすると、別に後から何もお湯の塩とか入れなくていいのでいけるかなと思います。今回はオリーブオイル大さじ2に対して、茹で汁大さじ6入れてみます。4か6、まあ6で一回試してみるね。で、まあそんな感じかなと。で、最後にこのね、もう一個特徴なんですけど、このキャベツあるじゃないですか。これを7分茹でのやつだったら7分茹でていいです。ちょっと固めが好きだった人だったら、6分なんですけど、ね、まあ、6分、7分でいいな。で、7分で茹でた時の最後の6分目に、このキャベツをそのまま一緒にボンと、パスタのところと一緒に入れてください。で、茹でちゃえば火が入るので、1分ぐらいでいいです。1分ぐらいでよかった。多分だからこれ、まあ、ちょっとしたブロッコリーみたいなやつとか、アスパラとかでも、アスパラってもうちょっと火入んないのかな。多分それぐらいでもアスパラでもいいと思うので、最後の7分茹でだったら6分、最後の6分の時に鍋に一緒にちょっとこう、入れてみてください。ということで早速、調理していきたいなと思います。さあ、ということで、お湯が沸騰しました。んで、これを麺を入れます。麺を入れて、今先にね、火ね、もう止めちゃってますんで。で、これ先こう入れて、ちょ、入れ方わかんない。ね、鍋なんでもいいんですよ。もっとちっちゃい鍋でもなんでもいいんで。ただ、最初は、ちょっとくっついちゃうんで、ちゃんと、少しの間、少し何回か、カチャカチャってやって、麺だけね、バラバラにしないと。ね、お湯はね、まあ、消してもいいんだ、正直。なんだけど、弱で。本当の一番弱火で蓋しといてください。で、ここからまず7分いきます。7分です。見えるかな ?7 分。で、さっき言った通り、6分目に、野菜。
その時入れたかった野菜を入れてください。でちょっと硬いな、もうちょっと茹でたいなと思ったらそれを5分目とかに入れればいいから。さあということで、ごめん、ちょっと濡れちゃった、跳ねるな。でこの間にさ、先にね、乳化まで先にちょっとやっちまうんで、先にやっとけばね、あと失敗しないんで。でオリーブオイルをまあ6ぐらい、あのね、大さじね3ぐらいでもいいんだけど、まあまあ そんなにね、まあ2で十分かなと僕はね、大さじ2、まあこれでも結構たっぷりあるんで。で持ってこれにまずは火を入れます。で弱火です、弱火、弱火で。でさっきのニンニクまず入れてます。でここにもう先にソーセージも一緒に入れて、まあ油にあの旨味を移していくような感じのイメージしてもらえるとまあ簡単かなと。よいしょっと、まあやり、もしかしたらちょっとやってる最中にもうちょっとオリーブオイルを足すかもしれない、ちょっと足すかもしれませんが、まあ、最初ちょっと火つけようか、火入れようか、もうちょ、今強火にしました、強火。ちょっと火が強かったら弱火でじっくりじっくりじっくりね、油をに味を移すような感じでゆっくりね、まあ、これちょっと時間かかるからね、ちょっとカメラの位置悪いな、ごめん、鷹の爪忘れてた。鷹の爪、これまあでも鷹の爪は好みでいいですよ、好みで。辛いの苦手な人もいるから、これ忘れたわ、すっかり忘れてた。この間さ3個入れてみたらさ死ぬほど辛かったわ。で今多分油が移してる最中で、もしかしたらちょっと待ってねーと、これ種をよし、 OK、 やばい、ごめん、鷹の爪入れるの忘れたわ。鷹の爪ってそんな早く入れなくていいです、別に全然そんな早く入れなくていいです、あの焦げちゃうから。まだまだもうちょっとです、じっくり。これ何分ぐらいやってんのかな、じっくり。もうちょっと火通していいかな、よし OK、 今中火にしました。で1分ぐらいちょっと茹でて、あのあれやってるんですけども、でこれ鷹の爪入れます、じっくりね、こんな感じです。じっくり火を通してソーセージの旨味とニンニクの風味をね、をで鷹の爪は途中からですよ、途中ぐらいから。で今中火ぐらいにしました、中火ぐらいで、今であと何分ぐらいだろう、よいしょ。で今のうちにちょっとね、茹で汁をもろときます、茹で汁を、茹で汁を1、2、3、4、5、6、まあ適当ですけどもこれぐらい、これぐらいをもらっておきますと。やばい、ちょっと入っちゃった、やります。で、ね、そろそろ1分前になったんで、これね、キャベツを鍋の方にぶち込みます、ぶち込みます。1分で火入ると思うんで、ね、ちょっとだいぶ感じでね、だいぶ味も入ってきたら一回火止めます。で火を止めて先にさっきのこれを入れます。でいってます。でグーって混ぜるとドレッシングみたいなイメージ、こんな感じです。
あ、別に火入れて、火入れて、ちょっと一回沸騰させてもいいですけど、こんな感じです。もうドレッシングをイメージしてもらっていいかなと。さあ、根持って、あ、茹で上がりましたので、これを一旦麺を取り出しますと。さあ、で、茹でた麺がここにありますんで、先に乳化のここまでしていると、しておくと後からね、バタバタしなくていいから。で、まあ、先にここまで作ってしまえばいいかなと。で、先に作って茹でてもいいし、で、麺を入れるタイミングで、もう一回、一回、もう一回火を入れます。で、ふつふつしてきたら、ここに麺入れま、あ、麺と入れます。だから先に作ってしまってもいいかなと。で、あとは混ぜていくだけで、もう火消してください。いい。火消していくだけです。あとは麺の水分と、麺の水分とこう一緒に混ざるようにな感覚で、あの、野菜は何でもいいですよ。で、ここで一回ちょっといただいてみましょう。食べて、うん、うまい、うんうん、こんな感じ。で、ここでもうちょっと味が欲しいなと思ったら、一つまみぐらい入れて自分で調節して食べてください。ということで、まあ、あとこれで盛り付けで完成でございます。さあ、ここから盛り付けしていきたいなと思います。で、麺は真ん中にこう丸めるようにね。やっぱちょっとオイリーな方が美味しかったね。ちょっとそう、水分多めの方がやっぱ結局美味しかったから、まあちょっとね、と。あとやっぱ具材とか野菜とか入ってる方が美味しいね。ごめん、ちょっと、俺さ、盛り付け下手なんだよね。致命的なのが一個あって、盛り付けがね、ちょっとね。なので、ちょっと慣れないうちは、先に、もう乳化までしてしまうのがいいと思います。んで、麺を茹で上がったタイミングで一回もう一回火つけて、クツクツっていうところまで行ってから麺を入れて最後ちょっと混ぜるだけ。もうそれすれば間違いはないと思うので。はい、できました。はい。さあ、ニンニクがっつり、誰でも簡単にできる、ベーコンとね、キャベツのペペロンチーノ完成です。さあ、ということで、実食です。いただきます。いただきます。ソーセージね。なんでソーセージから食うんだよ。で、キャベツのね、ちょっと味を見てみたいわけですよ。うん。野菜、こう玉ねぎでも、いいんですけど、野菜入れるとどうしてもちょっと水分が出るんで、その分味を濃くした方がいいのかなと思いますが、じゃあいただきます。もうパスタ家で食べるというか麺で食べるんで、いただきます。ちょっと、まず、うーん、うまっ、うん、うまい、うん、これだわ、これでいい、うん、うん。もう1リットルに対して、本当は2リットルぐらいで結構つくんですけど、ダーって言うんですけど、まあ家なんで、あの、お店に出す料理じゃないんで、うん、この、ちょっと見えるかな、ちょっと汚いんだけど、ちょっとオイリーな感じが、うわー、うまい、うん。1リットルで、大さじ1。1。ちょっと多くてもいいぐらい、いいかもしれない。大さじ1で作ってみて、うん。それでもう味決まるんで、うわ、うまっ、めちゃめちゃうまい、うめえ、これ、うん、ちょうど、うん、うん、うん、抜群にうめえな、うん、うん、これお店出てきても俺文句言わないもんだって、うん、500円で出てくるやつ来たうまーって言うよ。うん、キャベツも1分前でいいね、キャベツだったら、うん、うまい。と、唐辛子も、最初から入れちゃうとね、ちょっと、どうしてもちょっと焦げちゃうんで、後から逆に入れる方がいい。で、1個で十分。あの、辛みもあるし、まあ、辛いの嫌いな人は、入れなくていいと思います。ちょっとね、こうやってね、ちょっと僕この大きめに切るのが好きなんで、と、ちょっとホクホクしてるとこがあったりとか、して、あ、うまっ、もう全然、あ、大さじ1覚え、1リットル大さじ1覚えといて、
で、つけ汁も、大さじ1だな。なんかちょっと味濃いなっていう人がいるかもしれないけど、まあ、これぐらいがちょうどいいわ、俺は。ほんと、ソーセージの旨味も出てるし、これは失敗しないっしょ。絶対失敗しないと思うので。なので、おさらいですが、先にね、乳化のやつを作ってしまっといて、あと茹でて、で、オリーブオイル大さじ2に対して、まあ、茹で汁大さじ6で十分だと思うので、でもちょうどいい感じのオイリーな感じで出来上がるので、鷹の爪は1個でも結構辛いんで、まあ、ちょっと半分ぐらいでもいいですし、入れなくてもいいかもな、最初はね。辛いの苦手したら入れなくてもいいかなと思います。ということで、今回は、適当に作ったペペロチーノが絶品だったんで、レシピにしようという動画でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録、そして高評価、などもお願いします。それで皆さん、バイバイ。